本日も来ていただいております大洲市の広瀬会長、それから静岡市の天野議員、を中心としてですね、地元の方々に大変お世話になった大会になりました。そして非常に、まあ、過酷な状況での大会ということで、まあ、選手がですね、まあ、どんな体験をして、どういったことを思って何を感じたのかというようなことを、まあ、この後のパネルなんかでも少し引き出せていけたらなというふうに思っております。ご挨拶を送りました。私、実行委員の湯川でございます。本日の司会を務めさせていただきます。よろしくお願いします。ではまず最初のプログラムとしてですね、見事3連覇で、優勝を飾りました望月選手から、優勝者スピーチということで、お願いしたいと思います。皆様こんにちは。今日は貴重なお時間を、トランスジャパン報告会の方に足を運んでいただきありがとうございます。今優勝者のスピーチと言われたんですけれども、ちょっと自分の中では優勝者というかみんなに支えられて、今この場に立っている、3連覇もたくさんの応援の人たちの支えとか、応援の力をいただいて、優勝というような形になったので、優勝者というよりはここの後ろの方にみんないるような選手の挑戦者たちとですね、一生考える自分は、挑戦者ということでスピーチさせてもらったらいいなと思います。すみません、本当に走ることだけならいいんですけど、ちょっとこうやって人前で話すのが苦手なものですから、ごめんなさい。まずトランスジャパンにあたりまして、魚津市の皆様、そして静岡市のトランスジャパンを応援する、方々の皆様、そして各山小屋の皆様とか、たくさんの方に、支えられて、このトランスジャパンは開催され、終了することができたと思います。本当にありがとうございました。私たち選手としましては、そのことは忘れてはいけない。たくさんの人たちが応援している中で、こういうレースを、やっているということは忘れてはいけないという、忘れてはいけないと思っているので、これからもそういう精神でやっていきたいと思います。今年のレースは本当にスタートからですね、今までのレースとは、変わりました。選手を応援する人々、ですし、雑誌社とか、新聞社、たくさんの方が入りました。その中で、そしてあと天気もですね、とても崩れて、ほぼ 2,3 日しかレース中晴れ間が出ないという中でですね、過酷な中、30人の挑戦者たちがですね、大浜海岸を目指して富山からスタートしたわけなんですけれども、すいません、何言ってるかちょっと分からないですけど、とにかく今年のレースは今までになく一番大変でした。しかしですね、やっぱり情報が出る、こうやって報告会をやったりとか、本に出すということは、いろんな人が 見るようになってですね、いろんなヒントとか、大切なことがこういう報告会の場所とか本に書かれています。またそういった面を今日、山に登る人たち、山に登る人やですね、トレイルランニングやる人、山に興味がある人たちがですね、こういう報告会を聞いて、自分の糧というか参考にしてもらって、安全な山の遊び、山への挑戦ができたらいいなと思います。自分もですね、今日全員と参加者と全員と話したことないんですね。初めて会う人もいたりとか、初めて見る装備とかもあると思うので、ちょっと自分も楽しみでですね、こんな自分でもまだ知らないことがいっぱいあるんだなというのが今日楽しみに来ました。
また皆さんとですね、いろんな交流を持ってて、いろんな談義というかね、話ができたらいいなと思います。今日は、ゆっくりいろんなことをですね、あの挑戦者たちから聞いて、帰ってください。すいません、こんな感じでスピーチ終わらせてもらいます。ありがとうございました。